ちゃん。あそこに父があります。あそこに父したの。そこに父したんだ。珍しいね。珍しいね、あそこに父したのは。外に寒くて出れないでしょ、今日は。ねレオくんもいるよ。マリコさんだね。いい子だね。抱っこする。かわいいかわいいだよ。さっきずっと抱っこしてたんだよね、ジェイディね。ジェイディくんは、抱っこされるのが大好きで、抱っこされたまま眠ります。ねえ。今日は寒くてお外出てないよ。雨降ってるんだよね、今日はね。風邪ひいたら嫌だから。ねえ。なんでしょう。ジェイディくんを抱っこしていると、ティギーちゃんがね、焼き餅焼いて、お膝の上に乗ってきます。ねえ、そうでしょう。ね。レオくんもいますよ。レオ。レオくんもいますよ。レオくんもいますよ、ここに。レオくんもいますよ。レオくんもいますよ。レオくんもいますよ。レオくん、おいしいおいしい食べようね。おいしいおいしい食べようね。レオくんはね、このちょっとお掃除しなきゃ。ごちゃごちゃ。ごちゃごちゃです。ごちゃごちゃだよ、ね、ごちゃごちゃだよ。別のところを掃除してたからね。ここ掃除かけなきゃダメだ。カーペットは1週間とか2週間に1回は全部洗っていますね。そうでしょ、ね、ほとんどねカーペットにチッチをすることはないんですけど、たまにねやっぱりお外で遊べない日は、イライラというかそわそわしてて、夜ね寝てる間にこう結構ジャンプしたりいたずらして洋服をビリビリにしたり、ね、遊んでる時がありますよ、ね、あと緩毛期だからね、ちょっとこう心がモヤモヤするかもしれないね。そうでしょ、緩毛期だからね。緩毛期っていろいろ大変なんだよね。そうだよね、ティちゃん。ティ。緩毛期なので、ペレットをいつもより少し多めにあげています。ね。さっきみんなバナナ食べました。サファイアくんもウサギちゃんたちもバナナを一緒に食べましたよ、ね、バナナ好きね。バナナが好きだよ。よいしょ、足痛。あとはね、バナナ食べたでしょ。あとは何食べたっけ。いっぱいご飯食べるんだよね。片手で抱っこするの嫌がるからあれだけど、今はいつもはね、抱っこして抱っこしてってくるんで、ここに抱っこしてどうとしばらく寝てます。ちゃんとトイレ行った。偉いねー。おトイレのね、上に乗ってチッチをするんですけど、おトイレからね、お尻が出てるんで、なんでしょうね。ちゃんとおトイレの上に乗ってはいるんで、まあ、よしとしましょうっていう感じ。ね。ジェイディはちょっと大きいんだよね。1.4 とか 5キロとかかな。そんなもんだっけ。もう少しあるかな。筋肉がすごいんだよね、デイリーは。アスリートみたいに。そうでしょ。筋肉すごいんだよ。ね、ティちゃんはさ、まだちっちゃいでしょ。まだというか、もう大人だけど。何キロ ?1.2?1.1?1.1 とか2とかだね。ね。甘えんぼだね。
レオくんも後でなでなでして抱っこしよう。ね。レオくんとジェイドくんはね、やっぱりテリトリー争いが、まあ争いというか、ね、レオくんが先にいたんだもんね。なので、レオくんは個室、レオくんの場所をちゃんと確保して、やっぱり先にいた子なんでね、男の子の子なんかあるみたいですね。ティキちゃんは、男の子たちと、どっちでも仲いいので、必ず、二人と一緒にいるんですけど、お外に行くときは必ず、レオくんが、一人ぼっちにならないように、できるだけ、ティーちゃんと一緒にいてもらいます。あと、ジェイドはいつも、ティーちゃんと一緒にいるね。24時間ぐらい一緒にいるでしょ。ずーっと一緒にいるんですよ。ねえ、いいねえ、優しいお姉さんで。ねえ、ティーちゃんは2歳年上でしょ？ジェイドくんの。よかったねえ。かわいいかわいいってやってくれるもんね、いつもね。面倒見がいいんだよね、ティーちゃんはね。お母さん？ジェイドくんはね、夜お腹を出して、ほぼ上を向いて寝てます。どうでしょう？ジェイドくんはさ、よく寝るよね、夜。お腹出して寝るでしょ？ねえ。やっぱりね、うさぎちゃんの夢は、地面をホリホリしたり、ぴょーんって飛んだりしてるみたいで、たまに足とか手が動いています。ね。そうね。そうね。このチッチの跡が残念。いつも綺麗なのに。チッチしたのが残念だ。ね。でもね、この下にはちゃんと、こう、もう一枚シートがあるので、床には染みないようになっているんですけど、できるだけチッチはしてほしくないですね。トイレでできるはずだもんね。美味しい X-BOW のペレットを買っているんですけど、それの、オーガニックの方、多分オーガニックっていう名前だったかな。ちょびっと割高なんですけど、香りが強くって、ハーブの香りが結構強くって、こう、カレーみたいなスパイスの匂いがすごくするんですけど、なんとなくね、気分的に、そっちの方を与えています。ね、そうでしょう、ティーちゃん。うさぎたちはね、ペレットが大好きすぎて、まあ、何でも多分いいんですけど、やっぱり X-BOW をずっとあげています。食物繊維とタンパク質の割合とかそういうので見て、選んでるんですけど、有名な、うさぎに詳しい方も X-BOW をおすすめされてたのと、あとは病院の先生もね、X-BOW だったらいいですよっておっしゃってました。あとは、美味しい牧草を最近はずっとあげてるんですけど、後で、ヨドバシドットコムで、キューブ、牧草キューブと、あとは牧草、いつも買ってる牧草を、また注文します。ほぼね、次の日届くんですよ。送料無料で。なので、ヨドバシドットコムが大好きです。あとはね、最近は、近所のドラッグストアで牧草を買ってました。でも、やっぱりね、3匹いるんでね、牧草は、ヨドバシドットコムで買わないと、結構ね、するんですよね。ヨドバシドットコムって安い。あれ？みんなご飯食べに行っちゃった。JD って呼ぶとね、ちゃんと来るんだよね。ベッドの上にも、JD って呼ぶと来るでしょ、夜。ちゃんと来てくれる。JD! カバン !JD! 聞いてる。聞いてるんだけど、悩んでる。JD! カバン !JD! JD! なんか考えてる。JD! こっち来てよ。こっち来てよ、JD は。
こっち来てよ。ネイティこっち来てよ。なんかね、寒いんでね、今日。いっぱい来てます。急にね、寒くなると、すごい寒く感じるから。あと、家の中寒いんですよね、基本的に。寒がりなのか、家が寒いのか。多分、家が寒い。家が寒いと思います。これ、すごい変な話なんですけど、空調、エアコン代が毎月、冬は7万とか、8万とかなんですよ、エアコン代だけで。で、それなのに、それって全然自慢でもなんでもないくって、なぜかというと、それなのに寒いんですよ。家が、だから自慢にならない。なんの、あれなんですけど。だからエアコン、暖房費がすごいかかりますよね。なのに家の中寒いんで、たくさん物を着込んでるんですよね。冬も、夏は夏でね、空調代が高いんですけど、それでもすごい涼しいわけじゃないんで、どうなってるんだろうって感じ。で、今、ティギちゃんはご飯食べてますね。こういう感じでご飯食べてます。あ、もうご飯全然入ってないじゃん。ご飯入ってなかった。あんまりね、一気に入れちゃうと、ご飯の上にチッチするんですよ、牧草の上に。まあ、トイレと一緒に入れてるからね。だから、あとね、美味しいのだけ選んで食べるのはいいんだけど、やっぱりね、牧草代が半端じゃないんですよね、最近。だから、まあ、ケチ。ケチってるだけだけど。ね？新鮮なさ、美味しい香りがするやつちょうだいっていうのも。だから、入れてね、1時間経つと新しいのちょうだいって言うんで、夜は2回起きて、新しいの追加するんですよ。すごくいっぱい。そうするとね、もう、1日だけでもね、1袋大きいやつ食べちゃうんですよね。だから、そうするとね、結構、ね、結構するから、だから、ヨドバシドットコムで買おうと思って、思ってます。ね、そうでしょ？ね。いいんだけどさ、ご飯食べないわけにいかないし、牧草は24時間食べ放題にしないといけないから、うさちゃんは。ね、あそこに牧草が入ってる。だから、そういう感じです。あと、今ね、一番お部屋が牧草だらけの時だったから、掃除した時に取ればよかったね。ね。あとね、ベタの魚たちもヒーターがないと、ちょっと風邪ひいちゃったんで、あったかい部屋に移しました。レオパと一緒に入れてます。そしたらね、急に、元気になって、よく泳ぎ始めました。あとは、クワガタもね、まだ、元気にしてます。クワガタもいますよ。ね？そうでしょ。ちょっとね、汚いんでね、あんまり移したくない。ここに、クワガタが入ってるんですけど、これは、あれ、テーブルがね、そう、クワガタがいっぱい入ってて、ここにいるんですよ。ちゃんとここに、クワガタがいる。ほら、暗いか。ねえ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 って足をさ、ジェイドくんがカリカリしてる。ちょっと待って、ほら。ねえ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 ってやるんですよ、いつも。でね、こう、また待って。なんで私がテーブルを移したくないかというと、食べ物が置いてあるの。食べかけのものが。草餅を食べちゃったから。ほら、こうやってね。こうやってね、相手にしてほしいんだよね、いつも。ジェイドくんは。いつも相手にしてほしいんだよ。ねえねえねえって言ってる頃にスカートの中入ろうとしてる。スカートの中に入ってるんだよ。ぴょん。うさちゃんってほんとやんちゃなんですよね。でね、草餅を食べましたよ。まあそれはいいんだけど。で、こんな感じで、これはね、なんかこう、猫ちゃん飼ってる気分になるからこれ入れてるだけ。これは、ここにクワガタ。この子はね、成虫の時にお迎えしたんですけど、スーパーで、何？ホームセンターか。で、もうね、夏が終わるから、なんか処分セールってなってて、で、お迎えしました。そしたらね、幼虫ゼリーを2日に1回変えてるんですけど、本当2日でこんなにもう空っぽ。これ交換しよう。
すごい食べるんです、ちゃんと。でね、この子はもし、まあどのくらい生きてくれるかな、長く生きてほしいんですけど、亡くなったらこれで標本というかにして大切に保管しようかなと思ってます。であとはここにいるのはなんか保育器みたいになってるけど、やっぱねこの子ティラミスちゃん、ティラミスちゃんがいます。ティラミスちゃん、ティラミスちゃんの家がね小さくなっちゃったけど、ここにベタが2匹、今はね暖かいところだから冬の間は暖かいところに入ってもらって、でも 23.5 でしょ、まあ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 いいぐらいかな。でこの子はねすごい綺麗な子なんですけど、こうやってまあこんな感じに、もう少しねちょっと考えて快適なこうサイズにしてあげたいんですけど、この中にヒーターが入ってるんで、そこで今とりあえずこの子はね風邪ひいちゃって具合悪くなっちゃったんで、この中に入れましたね。ちゃんとこうやって閉じても、これコードがね挟まってても、そう、テーブルの上がねちょっとごちゃごちゃなんです、すいません。こういう風になってても、こうやってねここからこういう風になっててもブクブクなってる、ちゃんと。でこれはね可愛いやつ買いました、オーナメントフランフランで買った。ちょっと待って、あとちょっとテーブル見せたくない、テーブル汚いんだってね、お掃除しなさいってなるから。ウサギたちの動物たちのお掃除はご飯変えたりお水変えたりとか絶対するんですけど、あちこちにね私結構ペンとか置いちゃうんでね、ごちゃごちゃしてる、ノートとかペンとかね本とかあちこちに置いちゃうんで、ちょっとねテーブルは汚いんですよね。だからさっきはジュエリーケースと、あとはそう集めてるんですけど、ちょっと待って、こっちもこっちもちょっと来て、この集めてるんですけど、ちょっと待って、ジェリー、ああダメダメ、かじったらダメ、こういう風に標本を集めています。こういう風な感じ、ちょっと待って、なんかカメラ汚くない？触っちゃったかな、手にねハンドクリームをつけた、どうかな、変わんないか、こんな感じでこうこういう標本、本物の綺麗なものをジュエリーみたいで集めてます。でこれは少しずつ集めていこうと思って大切にしていこうと思います。これはねオークションで買いました。だからこういった問屋さんっていうかそのあるみたいなんで行こうかなって、で少しずつ集めたいんですけど、柵越しだったら平気なんだよね2人ともね。ごめんね、ここねプンプンをね取れば取るほど、最近テリトリーの関係でプンプンをするというね、柵越しだと仲いいんだけどね、柵を外すとねこっちのお兄さんの方が多分ジェイディは仲良くしたいんですけど、レオ君の方がこう認めないっていうのかなね。でもねこの柵越しだとねすごい仲いいんだよね、ほら仲良くなれそうなんだけど仲良くなれないんだよね、まだ大丈夫だよ、いいよね。レオ君はねレオ君でいつもさ2人だけで過ごすでしょね、レオこんな感じです。ほんと干し草ってなんかこういう茎の部分はね全部食べないから、干し草の
多分、いや、3分の1ぐらいは食べてない気がする。なんか全部捨てちゃってる気がする。柔らかいとこだけ食べるんだよね、君たちは。いいんだけど、それでね。かわいいお犬がここにあるにょ。あんまり映んないよね、レオくん。ほら、プンプンがいっぱいある。足ツンツンってしてる。ツンツンってしてる。よいしょ。はい。よいしょ。来た。ほら、焼き餅焼くの、すぐ。すぐ焼き餅焼くんだよ。ティーちゃんは。ティーちゃんは、お迎えした後に、4ヶ月後に、レオくんと出会って、レオくんをお迎えして、二人は仲良し、全然大丈夫。で、その後、サファイア君もね、お迎えして、結構ね、手がかかったんで、レイド君と出会ってからは、去年だから、レイド君もね、ティギちゃんの1年後かな。みんなまだわかる。あ、ちゃんとトイレ行った。レイド君ちゃんとトイレ行った。偉いね。偉いね。ちょっとトイレ行った。結局トイレがね、3箇所になんか置いてるんですけど、最近ね、あちこちになんかトイレを移動するのかな。ほら、常に歩き回って。甘えん坊なんだよ、レックスくんもね。甘えん坊ですよ。こんな感じでいつもウサギたちと一緒にいます。やっぱり床にいるとね、喜びますね。ね、甘えん坊なんだよ。いつもこうやって同時にね、なでなでしますよ。一石二鳥ですよ。気づいたら手の下に来てますね。あとレオくんもさ、3人で仲良くできるようになったらいいね。時間かかるかなね。最初はティーちゃん一人ぼっちだったんだよ。それからインコのサファイア君もお迎えして、それからこんなに仲間が増えたよ。ね、すべてはティーちゃんのためだよ。ね、ティーちゃん一人ぼっちで寂しいからみんなお迎えしたよ。そしたら幸せそうだね。ね、かわいいね。ウサギはもっともっとウサギを増やしていきたいからね。ジャイアントバニーも欲しいけど、だからそのためにはね、もう少し時間がかかるからね。今はもう大満足、大満足だよ、みんなでね。行こうぞ。よし、じゃあ美味しいお菓子買おうか、ヨドバシドットコムでね。 OK、 じゃあさようなら。いつもはね、インコの話ばっかりなんで、今日はね、ウサちゃんも登場しました。ウサギたちは本当に天使です。優しいし、品がいいし、頭がいいし、面白いし、頭がいいし、ね。かわいいんですよ、優しい。優しい、優しいだよ。優しい、優しいだよ。よし、じゃあ、あと、レオくんがね、ストレで抱っこして抱っこしてって言うから、よし、じゃあ、レオくんを触ろう。ね。レオくん、寂しい、寂しいって言ってるからさ。ね。次はレオくんと一緒にいよう。ね、そうでしょ。レオくんと一緒にいようね。ご飯入れよう、また。よし、じゃあ、また足元にね、みんないるけど、そう。ね。追いかけ回してる。じゃあ、またね。またね。バイバーイ。